配信の回は、この教育にすらお金が避けられない国や、ね、地方のあり方って間違ってんちゃうんか、これを我々はずっと訴えていきたい。大阪維新の会結成当初からこの現役世代への投資、これをずっと訴えてまいりました、ね、その結果大阪維新の会今までどういうことだったか言うたら、ね、例えばこう私立の無償化、ね、高校今はまあ現役世代で高校にお子さん通わせていらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、これね、私が大阪維新の会の政策で私立の高校にいくつは無償化しましょう、これをやらせていただきました、ね、皆さんのお子さんもそうなんですけど、公立受けたりした後で、まあ、落ちることもありますし、公立行けないケースもあります。そうなった時にじゃあ、所得の低い家庭は私立には行けない、そんなんで差をつけてしまう、意欲があるのに教育に差をつけてしまう、これがおかしいんちゃうか。だから我々大阪維新の会は私の高校の無償化やらせていただきました。また他にもね、もう本当に現役世代の方重々承知だと思うんですけど、みんな塾行ってますよ ね。これはもうめっちゃお金かかるでしょう。でもこれ本当に所得が高い家庭さんはそれは塾バンバン行かせれるけど、そうじゃない家庭さんはなかなか行けない、現実としてこの問題がございます。我々大阪維新の会はそれもおかしいちゃうかと、子供には罪はないはず、だから塾の女性、これをちゃんと皆さんに渡すべきや、そんなところで教育レベルに差をつけるのはおかしい、これも大阪維新の会がやらせていただきました。またね、私も今1歳半くらいの子供いるんですけど、本当に子供って風邪ひいたりもいろいろしますよね。もう病院行くのも大変です。そういった時にね、子供を病院に行かせようと思ってもお金がない、そんなのね、でそこでケチならあかんような世の中、これおかしいんちゃうか。だから我々はね、せめて子供がこう医療を受けるのにケチケチせんでもいい、これは当たり前なんですよ。それを我々やらせていただく、だから子どもの医療費の実質無償化、これもやらせていただきました。こうやってね、我々大阪維新の会ずっと教育に対してきっちり力を入れてきた、これを我々はね、特定で高木香織にやってほしいんです。高木香織、大阪堺市議会議員やり、子どもを2人育て、教育に対してしっかり どこにどう手厚くやるべきなのか、その勘どころが十分分かっている。だから我々大阪維新の会は高木香織を自信を持って押し出せるんです。今回高木香織ね、まだ後発でございますんで、まだまだ知名度が低いところもあります。でもね、本当にしっかり覚悟を持った政治家でございます。我々大阪維新の会がやりたいのは身を切る改革。これね、この身を切る改革ってどういうことなのか、我々まず政治家、市長やトップ、これがしっかりと報酬を削減する、自分らの身分、自分らが当選しにくくなってでも議員の数を減らす、その上でしっかりと役所の改革をする、これが我々のやりたい身を切る改革でございます、ね、自分らの報酬減らしてまでちゃんと改革をする意思があるのかないのか、これがね、政治家の姿勢なんですよ。皆さんここを見てほしいんです、ね、例えばこう皆さんね、お父さんお母さんの会社は勤めていらっしゃると思います。そんな中でですよ、会社が苦しい時にね、社長だけ高い給料を取って、お前ら従業員は安い給料でやれ、そんなん言って従業員本当に真剣に働きますかね。我々が言いたいのはそういうことなんですよ、ね、会社従業員にちゃんと苦しい思いをさせるんやったら、まずトップが自分らの身を切れと、役員の数も減らせ、お前らの報酬も減らせ、そうやって初めて改革、役所の中っていうのをね、改革できるんですよ、ね、実際我々大阪維新の会、市長、府知事ともに退職金をカット、そして給料も減らす、我々議員の報酬も減らす、そうしたらね、この役所の中の雰囲気ガラッと変わりますんで、ほんまにトップがどこまでやるんやったら俺らもちょっと頑張らなあかんな、そうやって財源を作っていく、これが大阪維新のやりたい改革なんです。そしてね、これって大阪ではできてるんですよ。ね、この身を切る改革で我々2000億円近くの財源を作ってまいりました、ね、さっき今いろんなこう教育サービスをやってますっていう話させてもらったんですけど、これはそうやって改革で生み出したお金で皆
んへのサービスさせていただきます。まあ、教育だけではありません。例えば、ね、あの最近高齢者今すごい問題になっております。そういった高齢者施設を整備にお金を回そう、お金、地下鉄の初乗り運賃を下げましょう、いろんなサービスをやりました。これもね、全部だって身を切る改革をやったからできる話なんです。で、高井香織、このね、あの我々維新がもう創設当時からずっと訴えていたこの身を切る改革、もう十分に覚悟を持ってやっていただいております。ね、この特にこの大阪選挙区って4人しか通れない中、我々は2人の候補者を出しております。これね、本当に並大抵の覚悟ではなかなか出られへんのですよ。1人やったらね、まあ普通は通りますわ。でも今回我々はあの2人目として高井香織を出しました。皆様、どうかね、その高い香りの覚悟をね、見極めてほしいんです。本当に我々維新の仲間として、しっかりとした身を切る改革、これができる政治家でございます。皆様、どうか高い香りの名前を覚えてください。そしてね、あのこの高い香りにぜひ国政に行っていただいて、我々の主張する身を切る改革、これをしっかりやっていただいて、こういったお金で、教育へ回す。これをやっていただきたいです。先ほどの、まあ、我々大阪ではこの身を切る改革っていうのができており、それに対して成果が上がっております。で、今あの先ほど申し上げた通り、大阪でね、大体2000億ぐらいの財源作ったって話しました。で、これとね、あの全く同じことを国であればどれぐらいのお金ができるのか、これね、我々も試算してきました。その時からですよ、例えばあの今国家公務員とか公務員の、あ、すみません、もう間もなくですね、あの松井大阪維新の会代表、そして、今回の参議院選挙の台風の目、高木香織が参ります。もう間もなくでございます。もうすぐ来るんで、もうちょっとだけお話をお付き合いお願いします。今回ね、こうやってあの身を切る改革をやれば、あの大阪と同じレベルでいいんですよ。もっとそんな、もっと劇的なやつじゃなくて、大阪と同じレベルで、もう、車乗っております。松井代表、もう到着しております。今、車でも、このサンバリアの前、通っております。皆様、本当にちょっとお時間ありましたら、松井一郎、そして、今回の参議院選挙の、台風の目、高木香織、もう下まで来ております。皆さん、ね、ちょっとでも、あの、時間ありましたら、下降りてきて、顔を見てやってください。皆さんこんにちは、維新の会代表の松井です。ちょっと最後の最後ね、今日一日となりました。皆さんに聞いていただきたい話があります。少しだけお耳を拝借をしたいと思います。こんにちは、松井一郎です。ありがとうございます。今日本一給料約1時やってます。約束通りね、ちゃんとやってますんで、ありがとうございます。皆さんと約束をしてね、今2期目知事やってますけど、まあ自分に厳しくはやってます。基本的にね、もう僕もあんまり厳しいの嫌いやけどね、約束は守る、当たり前のことです。それではただいまよりご当地の一角をお借りいたしまして、大阪維新の会大阪選挙区公認候補者高木香織より皆様に最終日の心からのお訴えをさせていただきます。しばらくの間ご静聴くださいますようよろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。今回大阪維新の会から公認をいただきまして、参議院選挙に立候補させていただいております、高木香織でございます。いよいよ本日最終日を迎えました。本当にこの厳しい選挙戦でございました。あと1日、今日目いっぱい皆様にしっかりと私の思い訴えさせていただきたいと思います。私はこの選挙戦におきまして、幼児教育から大学進学までの教育の無償化、この教育の無償化をずっと訴えさせていただいておりました。この大阪でもさまざま人口減少や少子高齢化の問題、そして特に子どもたちの教育環境、
子どもの貧困、そういったさまざまな深刻な問題が山積している中で、子育て世代の代表としてやはりこの子どもたちの教育改革をしっかりと国政などで訴えさせていただきたい、その思いで皆様にご理解をいただきたく、私高木香織、今回の教育の無償化、ぜひとも訴えをさせてはいただきたいけれども、やはりこれには財源が必要ということでございますけれども、この大阪の改革、大阪でできた改革をぜひとももう一度皆さんにご理解をいただきたいんです。私立の高校の無償化や、また5歳児の教育の無償化、これは5歳児の教育の無償化に関しては大阪市だけでございますが、もっともっとこの大阪全体にも広めていくべきでありますし、また今後の段階的にこの教育の無償化を広げていきたい、そしてこの大阪でできた改革、ぜひとも国政の場で訴えさせていただきたいんですけれども、やはりなかなかこの身を切る改革、身を切る改革と維新の会は申し上げておりますが、大変これ議員にとっては厳しい話です。議員のお給料の一部をカットする、また自分たちの議席数を削減する、そして行財政改革を断行していくけれども、身を切られるような思いでも、今こそこのさまざま山積する課題をしっかりと解決するためには必要なこと、その思いで大阪維新の会議員団一丸となって今まで訴えてまいりました。私も本当にそこに共鳴をいたしまして、今回この理念を受け継いで、そして大阪維新の会の公認をいただき、参議院選挙に立候補させていただいております。今本当に皆さんも政治家に対して、また政治に対して不信感お持ちの方も多いと思います。お金の使い方、本当に皆様から血の滲むような思いでお支払いをいただいた税金、この税金の使い方、もっと今こそ見直さなければならない。私たちにとって本当にしっかりと有効にこの税金が使われているのか、今までの既存政党では本当にしがらみがあって、なかなかこういったところにメスを入れることができなかった、そして改革が進まなかったけれども、今こそ大阪に求められている、日本の国に求められているのは、今までの既存政党ではなく、古いし政治を壊して新しい政治を作っていける大阪維新の会の政策だと、私は皆様にぜひともご理解をいただきたいんです。そして今回本当に厳しい中、大阪選挙区でおきまして4議席地2議席という本当に大変なことを大阪維新の会やってのけようとしておりますけれども、これはやはり数の力、大阪維新の会としてしっかりとこの思いを大阪中の皆さんにご理解をいただき、そしてこの大阪でできた改革、この実績、実行力をぜひとも国政の場で皆様、日本全国に広めていきたいんです。そのためには高木香織、何としてでも今回の選挙戦、死に物狂いで頑張って、そして議席を獲得しなければなりません。どうか皆様の大きな大きなお力を高木香織にお与えをいただきまして、そして残り少ない時間ではございますが、どうか皆様の大きなお力で高木香織の名前、最後まで広めていただきたいと思います。どうかどうかよろしくお願いをいたしまして、私からの最後のお訴えとさせていただきます。本日は大きなマイクで失礼をしました。ありがとうございます。それでは続きまして、大阪維新の会松井一郎代表よりご挨拶お訴えを申し上げます。皆さんこんにちは、どうも松井一郎です。まず最初の皆さん、去年11月22日ね、お世話になりまして、今知事2期目をやらせていただいております。でも2期目ね、約束通りちゃんと報酬は3割カットで退職金なくしましたから、そしてそこで生み出した財源でいろいろとサービスを今充実をさせていっていただいているところであります。まあ大阪で選挙ありますとね、本当分かりやすい。僕の知事選挙の時もそうでしたけど、大体相手自民党、民主党、共産党、もうとにかく維新の悪口ばっかり、とにかくね、自民党と共産党一番仲悪いのにね、いつの間にやら大阪ではね、ぐるぐる巻きになってます。これなぜか、要は徹底的に改革をやればね、
もう嫌でしょうがない彼ら。もう簡単に言うとね、僕らが改革改革という、要は大阪府知事報酬3割カット、退職金なしにする、議会も当然やらなければなりません。大阪府議会、大阪府議会も報酬3割カットで定数は21削減、大阪市議会もやってるんで、ここへ行くね、この議員やとか知事やとかみんな報酬いただく皆さんの税金なんでね、税金が足りないという時代に税金で生活する側がね、あまりにもね厚遇優遇されちゃダメよということなんで、僕らは徹底的に、まあ、自らの身を切る改革というのを大阪では実行して、もうそれに疲れ果ててる人たちなんですよ。結局自民党、民主党、共産党、自分のね給料を元へ戻したい、3割カットやめたい、だから維新の会をやっつけよう、こういうことなんです。3割カットって言ってもね、皆さん大したことじゃありません。大阪府議会3割報酬カットしてても、お父さん1000万ぐらいはあります。みんなあるんです。それがね、やっぱり元のね維新ができる前は1500万ぐらいあったわけです。だから元へ戻したいから自民党と共産党ありえないチームを組んでる。今回の選挙もそうです。いよいよ最終最後になってきたらね、自民党共産党ぐるぐるになってね、とにかく大阪維新の会はダメだダメだと、もうとにかく維新がね政治やってね大阪悪くなったって言うんです。でも悪くなりましたか皆さん。橋本が知事になる以前、それまで大阪11年連続赤字だったんです。今橋本祭りと8年やらせてきていただいて、8年間黒字です。赤字の時代は僕らが責任取るんじゃないんです。11年連続赤字の時に責任、その責任は皆さんが取るわけです。大阪府民の皆さんにツケが回ってる。今8年連続黒字ですから、昔の赤字のツケをね、なんとか借金返しながらプラス大阪では少し余裕が出てきた部分で、子どもたち高校無料です。私学も無料ですよ。そして大阪市においては5歳から保育園幼稚園無料、それとね高齢者の皆さんに冷たいじゃないかと言われるけど、今徹底的にね高齢者の皆さん要介護3以上になったら特別養護老人ホーム、そこにね入れるように、待機高齢者がいないように、今大阪市内特別養護老人ホームの整備を進めております。皆さんね、11年連続赤字、その赤字を作った時の知事さん、皆さん今や自民党の参議院議員さんです。皆さんもご存知の通り、橋本の前の知事、名前は言いませんけどね、太田って言うんですけど、あ、言ってしまった。その人がね11年連続赤字で、皆さんからねお父さん退職金までもらってきた、皆さんには借金を押し付けた、で自分は辞めるとき知事の退職金いくらかご存知ですか、2期やれば。僕は退職金ゼロにした。その赤字の時やってた知事さんは2期分で8300万円、皆さんの財布からお金もらって8300万ですよ。それもらってね、今機嫌よう自民党の参議院議員やってます。そんな人らにね言われたくないって言うんですよ。僕は徹底的に改革をやって財源を生み出して、今まさに皆さん当時の借金を返していってる最中なんで、で皆さんね過去の慣れ合い、ぬるま湯、もたれ合い、そのねそういう談合のねもう政治、こういうものを変えていく、そのために改革政党大阪維新の会を橋本祭り作ってきた。そして大阪は少しずつ良くなってきて、この改革をぜひ全国に広げていきたい。そのためにもぜひ皆さんの力で高木香織に一票を積み上げてやってもらいたいんです。皆さん、役所にお金のなる気はありません。税金は天から降ってくるもんじゃありません。すべて皆さんが汗水垂らして働いたお金を役所に納税をしていただいているわけです。その税金を納税者が納得できるように使っていく、それが大阪維新の会の、まあ、基本的な考え方なんです。ぜひ橋本祭りでやってきた改革を
全国で広げるためにも、高木かおりに皆さんの温かいご支持ご支援よろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。どうぞありがとうございました。ありがとうございます。今ね、本当あの日本一給料安いけど十分なんですよ。本当にどうも十分やりくりできる。全国の知事や市長高すぎる。あの東京の松井さんね、4年間で僕の倍です。東京都民もちょっとかわいそうですよ。あれ本当に本当にね、皆さんちょっとね、税金の使い方変えていきましょう。昔のあの自民党民主党共産党の野合談合でね、11年連続赤字皆さん方につけ回る、それやってきたのが自共民の政治です。ぜひ皆さん大阪維新の会、ちょっと橋本も松井もね、上品さに欠けるってたまに言われるんですけどね、僕らはね、上品さに欠けるところ多少あるかもしれないけど、言ったことは守ってます。言ったことはやってきた、そこは自信ありますんで、ぜひ皆さんの力を高い香りによろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。 ありがとう松井です。どうもありがとうございます。ありがとうございました。どうか明日の投票日には1枚目の投票用紙に高木かおりと皆様の夢や希望を託してください。必ずや皆様の期待に応えてまいります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。あの約束したことは守ってやってますんでね。ありがとうございました。高木お願いします。ただいま大阪維新の会公認候補高木かおり本人、そして松井一郎代表本人が直接皆様のもとへ最終日のお願いへと上がっております。どうかご家庭内の皆様にもこの声が届きましたなら、お一人でも多くの方に明日は高木と維新の高木とこの名を伝えてください。皆様のお力添えだけが何よりの頼りなんです。ただいま大阪維新の会松井一郎代表本人、そして高木かおり候補者本人が直接皆様のもとへご挨拶最終日のお願いへと上がっております。選挙戦連日大きなマイクの音量にお付き合いをいただきました市民の皆様に感謝の気持ちを込めて、松井一郎代表本人、そして高木かおり候補者本人直接お願いへと上がっております。エミルさんありがとうございました。松井です。ぜひ、最後皆さん高木かおり皆さんの一票一票横に広げてください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。高木かおり全力で最終最後まで皆様に訴えさせていただきます。ありがとうございました。行ってまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。松井です。高木かおりをよろしくお願いします。ありがとうございます。大阪維新の会松井一郎代表本人、そして高木かおり候補者本人、皆様のもとへ最終日のお願いへと上がっております。ありがとう。松井です。高木お願いします。